吉田さん、まあ一定の結論として、R 三四という車はきっとなんか量産型のその辺のファミリーカーやセダンには変えられない価値がもうできてしまったと思うんですよ、うん。でも移動手段としての車だったら、まあはっきり言って何でもいいわけですよね。軽トラックでもダンプでもバスでも何でもいいわけですよ。でもこれじゃないとダメっていう風うな独特の価値を持ったのが R 三四だと思いますし、そこに。 映画みたいな価値観がついたり欲しい人が増えたっていうねそういうような価値観がついたり希少であるってこともね価値観になったりすると思うんですよ世の中には希少なのに価値がついてないものはありますから希少価値が全部につくとは思いませんけども、まあ、その中でもね R34 っていうのは極めて異例の価値のつき方しかもワールドワイドですよねうんなかなか買いがないんじゃないかなと思いますでえっ、ー、とナイト2 0 0 0ね こちらの方も独特の価値を持っているトランザムという車なんですけどもでも R34 に比べると生産された台数は多いですしそれからねやっぱり30年前からのファンもいらっしゃってその頃からねレプリカしてる方もいらっしゃるんで、うん、で何といってもレプリカですからねレプリカってことは作ることができるんですよ作った完成品がそれならまあおおむね OK なんですよね、まあ、ですんで原車がカマルでもいいし そそれこそスープラででもいいわけなんですよ。実際にカメラやスープラをナイト2 0 0 0年改造してらっしゃる方もいますんでねそうなると価値は収まっていくなと思いますその中で当時の83年式じゃないとダメやみたいな私みたいなのねちょっと変わってる人間はあんまりいないんで私1人が価値を感じるだけなんですよね。さあそこで一定の結論って何かっていうとこういった自分以外のものに価値を求めるのはそれこそ争奪戦になったりね難しいわけなんですよ。 例えば押し入れの奥にしまっていたプラモデルとかブリキのおもちゃがなんか知んないけどものすごく価値を出しましたみたいなことってのは宝くじを買ったようなもんですよ、ね、あのビットコインとかもそうなんですよ。なんか分かんないけど買ってたのに値、うん、上がりしただから後から私は分かってましたみたいなことを言う人がいますけども分かっていて買ってる人はあんまりいないんですよね。一か八かなんですよ結局は。その概念が何なのか分かんなかったんでね。だから思うのは 自分自身に価値がいいいてればいいのかなと自分が他者に変えられないような人間になっておくことがすごく大事でそれは客観的にですよ、うん、だから家族がね家族とか恋人とかがあなたはもう他の人に代わりがいないんだからっていうのとはちょっと違って客観的に見てあ自分がこのポジションを外れたらこのポジションできる人いないよねとか自分にやっている任されているこの作業っていうのは仕事っていうのは他の人じゃできないよねみたいなのがあったらそれは大きな価値を生むと思うんですよ。 だからそういうことが自分の中に育まれるまではあなんかね自分の内側を磨くことに懸命になったらいいんじゃないですかね。うん、そうですね例えば何か東大卒みたいなのも一つの希少価値であり役に立ついい大きな事例だと思うんですよ。何、うん、か何やってたかわかんないけども学部とか専攻は何かわかんないけど東大卒っていうだけでなんか希少価値あるんで一定の信頼を集めたりとかするわけですよね。 だから学歴も一つの希少価値だと思いますしなんかね野球が上手みたいな感じであのその辺の草野球に行ったらまずはねそいつがいるチームは負けないみたいな力を持っていればそういった草野球界でね引っ張りだこになるでしょうしね、まあ、そういった価値の出し方もあると思いますしそうですねなんか他にもなんか変わったことができる人とか何か面白いお話ができる人とかね 他の人人じゃ聞けなないような情報を知ってる人とかそういったこともあるのかなと思いますので情報に関しましてはネットで検索していろんなことを知っていくことによって他の人が知らないことを知っていくという相対距離は出せると思うんでそういうことでもいいのかなと、まあ、つまりはコツコツ勉強することとか情報収集したりとか新しい体験をすることによって自分の価値は高まるんでなんかしたくもないことを無理やりしていてねで20年30年経ってもそれは人間の価値高まらないと思いますから 自分で求めて多分ニーズがあるだろうなみたいなことを掘り込んでいくっていうのが一つなのかなと思いますけどいかがでしょうかねまずは自分の価値を高めることがすごく大事なのになんか価値のあるものを追い求めていって情報を追い求めていって右往左往してしまうそれがまあ現代人の姿なのかなと思いますよねやっぱり自分の内面にもっともっと目を向けることによってこの辺がね解決できていくんじゃないかなと思いますけどいかがでしょうかいってらっしゃい